今回紹介するのはガチャポンくじ機動戦士ガンダム水星の魔女アソート。これの英称であるスレッタ、マーキュリーとミオリネ、レンブランです。この2体をひょんなことから入手したので紹介したいと思います。まずはミオリネ、レンブランからです。パーツは頭と身体と台座、あとは髪の毛に分かれて梱包されてます。御開帳、髪の毛、身体、頭、おや、頭のてっぺんに穴が、この穴に髪の毛を刺すんですね。台座、早速組み立てます。台座に足を入れるようですが、塗装剥ぎが怖いので躊躇しちゃいます。なので先に頭と身体くっつけまする。意外ときつくもなくなるくもなく、ちょうどいい感じ。すごく動かしやすいですね。頭に髪の毛刺します。髪の毛は折れ防止のためにランナーと一緒になってるので、カットが必要です。半円の穴なので向きが決まってるようですね。おや、台座なしだと全然立たないですね。仕方ないので台座に入れます。入れてみて気づいたのですが、この台座ふにゃふにゃしてます。塗装剥げも心配ないようです。こいつ、立ったぞ。無事に立ちました。ミオリネ、レンブラン、爆誕。ネクスト。まだ、続くよ。続いて、スレッタ、マーキュリーです。
御開帳。なんと、右目上の前髪が黒い。初期不良なんでしょうか。後ほど、バンダイさんに相談してみましょう。全然取れる気がしないので、進みます。頭と身体を合体。台座も合体。最後にお下げ、ミオリネさんと同じく半円の穴なので、向きが決まってるようですね。ブスッとな。前髪の黒くなってるところが気になりますが、トリマ、完成。ミオリネさん、ツーショットです。以上、今回紹介するのはガチャポンくじ機動戦士ガンダム水星の魔女アソートでした。また見てね。